ルフ補充府はポーランドの補充府を本拠地とするサッカークラブ。クラブは1920年4月20日に経営する府ビスマルクヒュッテとして創設した。1924年に経営する府ビエルケハイドキに解消し、1939年4月1日にルフ補充府と解消した。同年9月のナチスドイツによるポーランド侵攻により占領下に置かれるとクラブは、 占領当局から解散を命じられたが、ビスマルクヒュッテ SV1899 という名称で活動を続けた。1945年2月17日にルフ補充府としての活動を再開したものの、第二次世界大戦後に政権に就いたポーランド、統一労働者等の指示により、ミク補充府やウニア補充府への解消を余儀なくされたが、1956年に、 ルフ補充フの名称の使用が認められた。2014年の時点に至るまで14回のリーグ制覇と3回のカップ制覇を経験したポーランド国内で最も成功したクラブの一つである。またクラブの所有する女子ハンドボールチームは9回の国内リーグ制覇を経験するなどの成功を収めている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。